はいどうも、北海道小樽市在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日6時にいろいろな紹介動画出していますんで、チャンネル登録していただけると、孫の代まで感謝したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにご紹介したいアニメ、こちらになっております。ダブルデッカーダグ&キリルということで、2018年にスタートしたアニメになっています。架空の世界が舞台の SF アクションの刑事ものではあるんだけど、科学技術や世界観はもちろん SF ものだけど、コンビの刑事が活躍するっていうね、あだ名なんかも出てきて、なんかちょっと見ていて、あ懐かしいなって思えるような刑事もののアニメになっていますんで、ご紹介していこうと思います。夏の太陽が昇る都市国家リスバレッタでは、危険なアンセムという薬物が出回っているんですね。それを取り締まる専門捜査機関セブン O という特殊犯罪捜査係が、そのアンセムの対応に当たっているんですね。そのセブン O にヒーローに憧れる若い警官が配属されることによって、そこにいたベテラン刑事とダブルデッカーコンビですよね、そのコンビを組むことによって、このアンセムの事件を解決していくっていう話なんですけど、その若くヒーローに憧れる警官というのがキリルブルーベリーといって、とある事件がきっかけでセブンオーに配属されることになった元制服警官なんだけど、小さな頃からヒーローに憧れて努力はしてるんだけど、単純すぎてすぐ暴走してしまうような若いエネルギーにあふれるまっすぐな青年なんですね。そしてこのキリルがボスにつけられたあだ名っていうのが、刈り上げというあだ名がついています。そしてこのキリルとダブルデッカーコンビを組むベテラン刑事というのがダグラス。普段は気の抜けた中年のおっさんなんだけど、事件になると鋭い洞察力と直感力でいろいろな事件を解決していきます。そしてこのダグラスという刑事は、最初の相棒を失った原因でもあるエスペランサと呼ばれる犯罪組織をずっと追ってるんですね。このエスペランサとの戦いがこのアニメの主軸にはなっていくんですけど、ダグにもあだ名があって、ベテランっていうあだ名がついています。そしてこのニックネームをつけているのがこのセブンオーのボスなんだけど、他にもいろいろなキャラクターがいて、このセブンオーが危険な薬物であるアンセムの捜査を進めていくと、ダグがずっと追い続けているエスペランサという組織とのつながりも徐々に分かってくるわけなんですね。ここからこのダブルデッカーというアニメめちゃくちゃ面白くなっていくんですけど、このエスペランサっていう組織は A から Z までの頭文字をコードネームとして使っていて、 A に近づけば近づくほど役職が高いっていう組織なんだけど、このエスペランサがアンセムを使うことによってとんでもない事件をいろいろ起こしていくんだけど、それをセブンオーが解決していくという話になっていきます。そしてですね、まさかのキリルの出生の秘密や、キリルがずっと探していた生き別れになっているお姉さんの登場なんかによって、このキリル自身の運命が大きく変わっていくことになるんですけど、それはアニメ本編を見ていただけたらなと思います。本当に SF 設定ではあるんだけども、古き良き時代の刑事ドラマを見てるような懐かしさをね、感じられるような作品になってますんで、ぜひね、皆さんも見てもらえたらなぁと思います。ということで、今回はダブルデッカーダグ&キリルというアニメのご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。